ダイナのヘッピーシンギングチャンネル、今週も先週の金曜の動画に引き続きまして、先日三鷹で行われましたシニア向け、初心者向けの健康ボイストレーニングと優しいジャズボーカル講座の後半戦をお届けしたいと思いますよ。前回の動画ではそのレッスン内の中でやったのを具体的にご自分でもこの動画に合わせて発声練習、お家でできるようなね、発声のためのストレッチですとか呼吸法のお話、それからその後ジャズのリズムに乗って歌うっていうお話が時間切れになっちゃったので、今回はその後編のジャズのリズムに乗って歌うってどういうことっていう話からしていきます。リズムを体当て感じながら歌を歌っていく。特にジャズのリズムって私たちやっぱりね、英語だっていうのもあるんですけど、リズムがベターっとしがちなんです。ベターっとするっていうのは、リズムでお悩みの方、ジャズのスイングをどうやって歌ったらいいのかで悩んでる方もいると思いますんで、これまたヒントになるといいんですけど、はい、キレよく。私のレッスンでは、うんす。ご覧いただきましたように、すごいでしょ？手拍子しながら英語の歌を歌うなんていうこと。ジャズ歌ったことある人ばっかりではないはずなんです。80名の日本のシニアの皆さん。はい、中にはね、もう、バリバリ歌ってますっていう方もいらっしゃったとは思うんですけれども、何せ、ジャズのリズム、この 1、2、3、4。はい、我々日本の文化は 1、2、3、4 っていう手拍子の感覚なんですけど、ジャズは1拍目と3拍は休むんです。なので、1、2、3、4。1、2、3、4。はい、なので、これをやりながら歌うっていうのって、結構大変かもしれませんが、まあ、やってみましょうか、せっかくなので。はい、動画の中では出来上がったところを映してたんですけれども、レッスンの中では、例えばその男女一緒なんで一応、両方の方が出やすいキーっていうことで C を選択しています。実際はこれ、センジャーの講師で B フラットで演奏される方が多いかなと思うんだけど、C にしないとね、出にくい方がいると思うので、そうすると C のキーだと、はい。Oh, when the same Go marching in. Oh, when the saints go marching in. はい。これを Oh, when the saints go marching in. はい。手拍子が裏返んないように。Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Yes, I want to be in the number when the saints go marching in. はい、というふうに、まあ、一緒に手拍子をしながら、で、皆さんがこう歌えるようになってきたらですね、皆さんに歌ってもらって、私は伴奏して、で、この聖者の行進って合間に、今私がちょこっとやりましたけど、皆さんが、Oh, when the saints って言ったら、Oh, when the saints go marching っていう風に、この、掛け合いでやったりするのもとても、よくご存知だと思いますが、Oh, when the saints, oh, when the saints, go marching in, go marching in, oh, when the saints, go marching in, go marching in. はい。なんていう風に、こう、掛け合いでも歌いやすいんですね。なので、例えば、ブラックゴスペルやってるような方たちも、この合間の方をフェイクしてかっこよくしていくなんて、っていう練習でも、これ使えますので、ぜひやっていただきたいんですけど、こんな風にして、リズムを体で感じながら歌を歌っていく。特にジャズのリズムって私たちやっぱりね、英語だっていうのもあるんですけど、リズムがベターっとしがちなんです。ベターっとするっていうのは、Oh, when the saints go marching in これベターっとしてます。Oh, when the saints キレよくジャズのリズムで歌えるのと。はい、これご覧いただいてる方ね。リズムでお悩みの方、ジャズのスウィングをどうやって歌ったらいいのかで悩んでる方もいると思いますんで、これまたヒントになるといいんですけど。はい、キレよく。私のレッスンでは、うんす、うんす、うんすってやってますけど。Oh, when the saints go marching in. はい、go marching in. 車輪がぐるんぐるんぐるんと回るように。Oh, when the saints go marching in. っていう感じで。はい。これが実はスイングの大元でございます。もちろん実は全部がこうやって跳ねりゃいいってもんではない楽曲もいっぱいありますけど、この曲はね、意識的にもみたいに跳ねてあげた方がかっこよくなりやすいと思います。はい。ということで、こんな風に、シニア向けのボイストレーニングと、後半は、今みたいにみんなに歌ってもらって、その後私がライブをやらせてもらって、その中でも最後には皆さんに歌ってもらって、掛け合いを私がやるとかね。私の中ではやっぱり三鷹に来ると、リチエミさんを、ね、今日はリチエミさん同級生だったって、また、どうなったっけ？あ、こっちにいらっしゃるか、今日は。ね、あ、いた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 。これすごくないですか？私実は全国でこの話してる。なのでやっぱりこの曲からお届けしたいと思います。ご存知です？メダカの学校なの。あんまり電車乗らない皆さん。ね、びっくりしました。三鷹の駅の発車ベルがメダカの学校なんですよ。私なんでメダカの学科なのかなと思ってた時に、メダカ、三鷹、まさかダジャレじゃないよなと思ったりしてたんです。そしたらメダカの学校を作られた中野義直さんに、もう本当に唱歌同様日本を代表する作曲家の先生がずっと住んでらした土地なんですよね。これ作詞は佐藤八郎さんでございます。ちょっとジャズ風にお届けします。誰かさんが、誰かさんが、誰かさんが見つけた小さい秋、小さい秋、小さい秋見つけた目隠しおじさん手のなる方へ澄ましたお耳にかすかにしみた呼んでる口笛モズの声小さい秋小さい秋小さい秋見つけたThe fallen leaves, dragged by the wind down. はい、ということで私のソロ弾き語りのライブ、昭和のジャズ、日本語を交えたものをいろいろお届けしたところで、最後にこんな風に皆さんとレッスンの中でやった聖者の腰を掛け合いで歌わせていただきました。思いますし、あと私を呼びたいぞっていう方、はい、どこでも参りますので、はい、日本全国どこでも参りますので、ぜひメールでお問い合わせください。はい、村のみんなを元気にしたい、ジャズで元気にしたいなんていうとこ言ったらもう張り切っちゃいますよ、私。なのでね、全く英語の歌を歌ったことないっていう方に分かりやすいような、はい、今のような解説をしながら、お声出ししながらね、みんなで乗って楽しくやれたら最高ですよね。ジャズっておしゃれでかっこよくこうカクテル飲みながらみたいな、そういうジャズももちろんあるんですけれども、こうやってみんなで元気に楽しく、はい、歌って踊ってなんていう文化の一つでもありますのでね、はい、いろんなジャズの楽しみ方していただきたいなと思います。ということで今週はこんな、優しいボイストレーニングと、みんなで歌おうジャズなんていうことをやらせていただきました。はい、ではではまた来週金曜の朝に新しい動画でお目にかかりましょう。あ、その前にまた島動画流しちゃうかもしれませんけど。そしたら、それもご覧ください。ということで、あとじゃあオンラインレッスンのお話もしておきましょうか。ね、オンラインレッスンの詳細は、はい、下の概要欄に出しておきますが、今、火曜日、木曜日、土曜日の月2回ずつ、それぞれのクラスで、優しいボイストレーニングと、ジャズボーカル講座っていうのをやっております。毎回1時間クラスですのでね、60代から70代の方が一番多いかな、の女性の方が多いです。はい、ですので、あまり年齢気にされずに、初心者の方、それから、もうライブやってますって方が増えてきたかな、最近、基礎をきちっと勉強したいって言ってね、普通のレッスン以外にこれを併用で受講されてる方もいっぱいいらっしゃるので、はい、よろしければ一度無料体験でお試しください。さあ、ということで、ちょっとでも歌って元気にまた、寒い季節に進んでいきましょう。沖縄も冬は寒いんですよ。ではまたね。See you!